こんにちは、スマユーチームの平立正樹です。今回からスマユーチームの一員としてチームで獲得した株主優待をご紹介していきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはミニストップ株式会社さんです。よく利用しているよという方も多いのではないでしょうか。コンビニエンスストアを展開している会社さんですね。ミニストップさんの特徴は何といってもお店で購入できるスイーツやお惣菜の種類が豊富なところですよね。私は北海道が出身なんですけれども、北海道にはミニストップがなくて、こちらに上京してきた時に初めて行って、コールドスイーツの種類が豊富なところにびっくりしました。コンビニ業界の売上高ランキングでは堂々の5位。ちなみに1位はセブンイレブン、2位はローソン、3位はファミリーマート、4位は駅中のニューデイズなどを運営されている JR 東日本系列の会社さんでした。まずはミニストップさんの企業情報と業績を確認していきましょう。本社は千葉県千葉市、市場は東証一部、決算は2月です。イオンが株式の約5割を保有しているイオングループの一社です。韓国、ベトナム、フィリピンなど海外にもたくさんの店舗があります。コロナの影響もあり赤字が続いてしまっているようですが、今期は赤字幅を大きく縮小する会社予想を立てられていますね。そんなミニストップさんの株主優待は何でしょう。はい、私の手元にあるのが2021年8月末の中間決算で権利確定した株主優待です。中間の株主通信が同封されていました。こちらですね。株主通信には代表のご挨拶や会社についての情報が記載されています。裏にはトピックスとしてスイーツの紹介もされています。そして優待はこちらのご優待券になります。今回は100株分なので、ソフトクリームの無料券5枚分です。保有株数が増えると無料券の枚数が増えたり、コーヒーの無料券も追加されるそうです。せっかくなので近所のミニストップで1枚使ってみたいと思います。はい、それではミニストップさんでソフトクリーム無料券引き換えていきたいと思います。行ってきます。だけかと思ったんですけど、いろんな種類選べたので私は安納芋モンブランにしました。いただきます。美味しそう。コンビニのクオリティじゃないですね。めっちゃ美味しい。美味しい。スマユーポイントのコーナーに移ります。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認したいと思います。優待の権利確定月は2月と8月の年2回、保有株数に応じてソフトクリームの無料券、コーヒー S サイズの無料券がもらえます。この動画を撮影している2021年12月の株価は1400円前後です。優待獲得には最低でも13から15万円くらいの投資金額が必要になります。今期2022年2月期は1株あたり10円の中間配当を実施されました。期末配当も同じく10円が会社予想となっています。はい、というわけでミニストップさんの株主優待の紹介でした。初めての動画でとても緊張していましたが、とても楽しく撮影することができてよかったです。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。次の優待紹介は何でしょう？またねー、バイバーイ。